さあもう7時になる夕暮れ前ですけど、短時間の走行を行います。バズベイトで、そうするそうなんだよね。この夕暮れ、雨が降った後のこのダークな感じの雰囲気で釣りをするのは何とも神秘的で、心がそわそわとしますね。うわぁ、真っ暗だ。やば。これ、イノシシ出たらおかしくねえぞ。超怖いな。ここ出てもいいんだけどな。強烈なビッグファイト頼むよ。
出た出たよ。くそ、まず雨降ってっからあんたですかっこよすぎんだろ。なんやこれ、釣り人の夢が詰まってるようなリールだ。うわかっこいい、釣らないと。ルアー交換。やっぱトップでいこう、なんか出そうな感じがするから強気でこれでいこう。目に濡れる。これ超強そう。超怖い。こういう雨が降った時だからこそ魚がちょっとおバカさんになってくれるじゃないかというふうに考えてるんだけどな。超絶怖え、マジで怖えわ。こっち行くか、攻めないと。ダメだ、ダメっす。
大声。